では次の曲で、第1部、第1回目はラストの曲になります。私が、J-POP からフォークを歌おうと思ってですね、一番最初にできた曲です。なんだろうね、今は何がフォークだろうって確かに思ってるんですけれども、これから歌っていく中で、ね、J-POP ばっかり増えていく日本ですが、なくしちゃいけない音楽を私は歌っていきたいなと思っています。そんな私の中のフォークソング、あんた聴いてください。ということですよね。
です。